どうも、タッカーです。ラジオ風動画ミュージックシャワーを本日もお届けしていきます。このミュージックシャワーは音楽の情報をシャワーのように浴びていただくというコンセプトで行っていきます。基本的に新藤晴一さんのラジオ番組カフェインイレブン翌日の夕方6時を目標に動画をアップしていきますので、毎週お楽しみいただけたらと思います。また急いで編集等をしていきますので、かなりですね編集しているところ少なくなります。このミュージックシャワーはとにかくスピード重視で投稿していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。この動画の最後におまけもございますので、最後までご視聴ください。4月25日23時からのカフェインイレブン、この時に流れたポルノグラフィティの楽曲2曲ございますのでお伝えします。1曲目がプッシュプレイ、2曲目が横浜リリーになります。先週のカフェインイレブンに続いて横浜リリーが流れてとっても嬉しかったんですが、なぜまた横浜リリーが流れたかと言いますと、ゲスト出演されてました小説家菅忍さんのリクエストでこの曲が流れました。この横浜リリー、小説家の菅忍さんは一番好きな曲だそうで、小説的な歌詞がすごく魅力を感じているそうです。この横浜リリー私も大好きですが、こうメロディーだったりとか大好きなアルバムの一つの M キャビに収録されている曲でもあって、すごくですね私も魅力を感じている曲になってます。なかなかこう動画の中ではお話ししていかないので知らない方も多いかもしれませんが、私自身音楽を聴くときにメロディーだったり声音から入ってくるんですね。ですのでこう歌詞の考察とかをしている動画もありますが、実は歌詞ってなかなか頭に入ってこないんです。なので何度も聞いたりとか見返したりしてやっと歌詞の内容が入ってくる人なんですね。まあそんな感じの私になりますが、この横浜リリーですね、歌詞や小説的というところで私もそこを意識して聞くと、あ、小説っぽいなっていう感じがありました。この横浜リリーの魅力が今回のラジオを通じてより引き立ちました。こんな形で今回は菅忍さんがゲストに来られて、小説の話を晴一さんとしたりとか歌詞の作り方についてのお話をされていったんですが、この中で特に印象に残った部分があるので、そちらをちょっとシェアしていきたいと思います。まず1つ目、小説家は書けない時にも書くのが小説家という言葉ですね。物語を書く時に筆が乗らない状態だったりとか全然書けない時があるそうなんですね。ですがそれでも毎日書けない時でも書く、それが小説家には必要なんだってお話をされてました。まあ、新藤晴一さんもメロディーだったり歌詞だったり小説を書いたりもされておりますが、これがですね、お、なるほどなっていう風に感じました。そして2つ目ですが、菅忍さんが小説書いたら止まらなくなる、1日で多い時100枚書かれたとお話をされていて、晴一さんもそうですが私も聞いててびっくりしました。私もこの場で言うのはあれですけど、最近ですとこの YouTube を始めてから動画編集のめり込むと机に向かいっぱなしだったりとか、一日の大半がほとんど編集で終わることもあったりとか、あとはよく最近もやっちゃうんですが徹夜でこう動画編集してたりとかもあります。小説とか何か物語を作るのにものめり込むのが大事なんだろうなっていうふうに私は感じました。ちなみに3月末に出しましたこちらの動画ですね、こちらの動画コメディ風の物語になってまして、こちらでも今ちょっと試行錯誤したりとか思いのほか他のお仕事の関係で時間が取れなくなっているので、ちょっとしっかり詰めて出したいと思ってますのでお楽しみください。新藤晴一さんから菅さんに対して質問がありました。自分と投影したキャラクターが出てきますかって質問がありました。自分は客観的に見てキャラクターを描いていると菅さんがお話しされていたんですが、私はですねそんな風になれず、結構人物から書き込んでいくので、将来本とか小説とか書きたいとは思っておりますので、風景情景から書けるように慣れていけたらと思います。まあ小説を書くっていう練習よりもまずはこういった物語コメディ動画でもいいと思ってるんですが、人に喜んでもらえるような物語を作っていける人になりたいなと改めて感じました。今回お伝えしたプッシュアップだったり
プッシュプレイだったり横浜リリーだったり、こんな思い出があるなどもぜひコメントで教えていただけたらと思います。そしてこのチャンネルではポルノグラフィティの魅力をさらに多くの人にお届けできるように動画をアップしておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録、通知ボタンも押していただけたらと思います。少しずつポルノグラフィティが好きな方々の憩いの場になりますよう頑張りますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは最初の方にもお伝えしましたおまけになります。本日のおまけは前回のカフェインイレブンで4曲紹介されましたうちの1曲をご紹介していきます。今回紹介していく楽曲は君の愛読書がケルアックだった件。この君の愛読書がケルアックだった件、実はライブがきっかけで PV ができた曲になっているんですけれど、ここからネタバレ入っていくので聞きたくない方はここで動画を止めていただけたらと思います。物語のヒロインに鈴木美優さんって方がいるんですけど、土曜日の朝仕事終わった後にたまに見る王様のブランチでレギュラー出演ですかね、されているので、そこであこんな風に活躍されているんだっていうことを見れた時がとっても充実感に満たされました。以上です。また次回の動画でお会いしましょう。本日もありがとうございます。